ペンスキー PC4 は、ペンスキーが1976年の F1、世界選手権用に開発したフォーミュラワンカーである。デザイナーは、ジェフ・フェリース、スウェーデン GP から登場。PC3 で使われていた、スポーツカーノーズに代わって、ウェッジシェイプノーズを採用。テスト時は、フェラーリ 312T2 に似たノーズ状にウィングを、乗せるタイプだったが、実戦では、 ノーズ両側に設置される仕様に変更された。コックピットの横にエンジンの吸気用として中ダクトが設けられた。フランス GP、イギリス GP で3位表彰台を獲得。オーストリア GP で優勝する。これはペンスキーとドライバーのジョン・ワトソン共に初優勝である。これらの活躍によりコンストラクターズ選手権で5位に入った。1977年、ペンスキーが F1 活動を停止。そのため、PC4 はドイツの ATS チームに売却され、ジャンピエール・ジャリエがドライブする。初戦の南アフリカ GP に6位入賞したが、それ以外は目立った成績を上げることができなかった。シーズン終盤のアメリカ、カナダ GP では、インタースコープレーシングからダニー・オンガイスがドライブした。ペンスキー PC3 による2ポイントを含む。 ありがとうございます。